お相馬、帰ってきたか。手伝ってくれ。おう。こっちの下ごしらえ頼むわ。もう出汁は引いてあるからよ。おう、わかった。って、思わず実感乗りで反応しまったけど、何やってんだこんなところで。なんだい、知り合いかい。どなたですか。トウツキ学園および極星寮の OB だよ。トウツキ OB。 ジェネレーションギャップだね。かつての十傑第二席サイバジョイチローを知らないとは。元十傑第二席サイバ。ああ、そろそろ米が炊けるぞ相馬。うるせえ、いいから説明しやがれ親父。親子。なるほど。親父がトウツキ OB で極星寮出身で、しかも十傑。さすがにこれを一度に飲み込むのは気力が。おお、珍しく雪平が動揺してる。さすが雪平くんのお父さんといったところかしら。あなたが丈一郎サイバーでしたか。へえ、俺を知ってるのか。はい、過去の資料でお名前を拝見したことがあったもので、世界中のあらゆる名店で腕を振るった流浪の料理人だが、ある時料理界の第一線から忽然と姿を消した知る人ぞ知る伝説の人物であると。現十傑第七席一色聡と申します。お会いできて光栄です、サイバシェフ。ああ、今は雪平の名前でやってるからさ、丈一郎で構わないぜ。一色先輩の格好を見ても動じない。さすが元十傑。そういう問題か。親父がそんなに有名だったとは。あんた全然知らなかったわけ。いや、海外で仕事してたってことも最近知ってさ。なぜか時々知らない言葉で電話がかかってきたり、外国人と写ってる親父の写真が大量に出てきたことはあったな。どこの家庭でもよくあることかと思ってたんだが。ねえよ、気づけよ。相馬くんのお父さんがそんなにすごい人だったなんて。さ、乾杯と行こうぜ。全員合宿で生き残ったお祝いだ。今日は盛大に飲み食いするよ。いただきます。乾杯。元十傑の作った品、一体どんな味が。なんだか緊張するよ。どうぞ召し上がれ。それはハリッサ。唐辛子などから作る北アフリカ発祥の万能調味料だ。中東の伝統料理を下敷きに、今回はパセリとガラムマサラを混ぜてみた。はあ。丈一郎さん、これは何ですか。そいつはズッパディペッシェ、リグーリア風の魚介スープにストッカフィッソを使ってる。丈一郎さん、こっちは。これも教えてください。ああ、それは丈一郎さん、なんだか男の人って感じがするよ。ええ、大人の色気ムンムンね。なんだか男子までときめいてない。雪平も将来あるのかな。あ、なんだよ。どこか萎縮していた彼らが食べた途端に心を開いた。溢れてくるこの料理を作った男の人柄が。うっ、これもたまんねえ。すげえ、どれも超うめえぜ。こっちはどうかな。まずい。おう、それだ。先月食ったヘビ料理を再現してみた。これがまずいんだ。皮付きのままぶつ切りにして何の処理もせず茹でるだけでな。親父これやべえな。だろ、過去のベスト10に入るまずさだな。まずいならワースト10じゃないか。そうだった、あくまで雪平の親父さんだった。まあ